おお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 
サーティールアーズ、お取り寄せグルメならぬお取り寄せルアー、これねすごい気になっていたルアーが入っているんで早速開けていきます。はい、このルアーねめっちゃ面白いルアーなんですよ。アメリカ発なんですけども、これねお腹のところを入れ替えるとフローティングからシンキングね、ファーストシンキングまでねいろいろなウェイトにチューンできちゃうってね、今まで板重りとか貼るのが一般的でしたけども、そもそもこの装置を付け替えることによっていろいろなレンジが攻めれちゃうっていうね、こういったミノーなんですよね。まあミノーとしての形もね魅力的な、なんかすごい釣れそうな形してるんですけども、早速開けてみたいと思います。はい、出してみましたね。この形自体も釣れそうですけども、一番の肝は内部ウェイトを入れ替えることによっていろいろね重さが変更できるよっていうね、こういうことなんですよね。見てください、こんな感じでね何やらギミックがついておりますが、ここのねスイッチを押しながら、そうするとねここのほらウェイト部分が出てきてね、こんな感じのねウェイトが入るスペースとギミックがついていて、でこういう感じでね替えのウェイトね、ラトルであるとかウェイトがチェンジできるものが、一緒に付属してくる。このね4種類の重さを付け替えることによってフローティングからファーストシンキングまでいろいろなねレンジが攻めれちゃうよっていうことなんですけども、はい、見ててください。カチッねえ、これでルアーの性質が変わっちゃいましたっていうことですね。すげえなこれな。いやー、ほんとアメリカの人って合理的だよね。とりあえずねフローティングから始めてみますかね。よっしゃ、じゃあちょっとやってみたいと思います。イエーイ。いやー、これほんと面白いな。あー、長さはね120mm っていうことで、11センチミノーぐらいのボリューム感で、長さはまあ120あるよっていう感じなんですけど、はい、準備 OK。 針最初からすげーいいのついてる。あー、これはいいね。まずはフローティングモードで試してますよ。あーすごい、これは釣れそうなピラリンピラリン系のアクション、好きなアクションですね。これシーバスに良さそうだな。まあバスはもちろんですけど、ちょっと海釣りとかで使ってみたいような、すごい水門打ちとかで良さそうなアクションですね。結構しっかりとカチャッとつくようにね作られてるからね、不意に投げてて、あ、重りなくなっちゃったっていうことはなさそうなね、すごいね取り付けのギミックがすごいしっかりと作られてる。で、めっちゃ飛ぶ。うん、フローティングモードなんだけどめっちゃ飛ぶなあ。あー、これ冬のリザーバーとかで使ってみたいな。見てこの結構細身なね、ほんと釣れそうな釣れ線のボディシェイプ、すごいな。すごいね軽やかな引き心地なんで、ミディアムぐらいのね竿、まあ、ジャーキングロッドでパンパーンってね誘ってくるのが使いやすいかな。この前の状況だったら速攻釣れそうだけどな、今日すげえ濁りが入っちゃってるから。
本当バス釣りってこうレンジの答え合わせの釣りゲームだから、今までねやっぱスプリットリングスナップの大きさとかでねレンジを刻んだりとかねよくしてたけど、こうボディ自体に一発でウェイトがチェンジできる機構があるのはね本当いいね。これねしっかりフローティングね、ラトルがね1個入りのやつですね今と。引き心地はあのラトリンログとかそんな感じ、ロングエーっていうよりはログ系のピラッ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 としっかりとピラピラッピラピラッって動いてくれるようなそんな引き心地アクションの感じですね。おーしゃ、食った。おー、いい引き。やべ。おー、いい引き。ジャーキングに来たよ。よいしょ。結構ね、いい引きです。フローティングモードに来たね。あー、どうかな。流れの中で。ガスッと食ってくれたけど、うい、あら、あらららららら、あら、スレか、スレかい、キョベラ。なんとなんと一発目バスだと思ったんだけど、巨大ヘラ。いやー、まあ、まあ雰囲気は良かったんですけどね。ありがとう。ねえ。いや、すげえファイトだ。バイ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 。ごめん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 。引き続きちょっとバス狙っていきます。いやー、ドキドキした。フローティングモード。イエーイ。いや絶対50アップぐらいあるよと思って超ドキドキのファイトしちゃった。あの最初からいい針がついてるからね。ああいうのもねしっかり絡め取っちゃうねえ。いやーバスの気配もあんだけどな。今日は0匹、うん、ヘラの連れがかり1。いやー難しいね。さっきドラグガン締めにしてて、いや、やっべーと思ってドラグ緩めたり、なんか、すごい、取りにかかるぞっていうファイト頑張ったんだけど、あの、ダメでした。ヘラか、スレか。春、もうちょっとね春絡みだとこんぐらいの流れの時にめっやったらなんかミノーで連チャンする場合もあるんだけどね。いや絶対50アップぐらいあるよと思って超ドキドキのファイトしちゃった。あの最初からいい針がついてるからね。ああいうのもねしっかり絡め取っちゃうねえ。いやーバスの気配もあんだけどな。今日は0匹、うん、ヘラの連れがかり1。いやー難しいね。
さっきドラグガン締めにしてて、いや、やっべーと思ってドラグ緩めたり、なんかすごい取りにかかるぞっていうファイト頑張ったんだけど、あの、ダメでした。ヘラか、スレか。春、もうちょっとね、春絡みだとこんぐらいの流れの時にめっやったらなんか箕面で連チャンする場合もあるんだけどね。ちょっと一通りフローティングで流してヘラも釣れたから、少しねレンジ変えてみようかなと。ジャラジャラ音、ジャラジャラ音を追加してみて、ついでにレンジも変えようね。これをこのジャラジャラするやつによいしょ、はい、レンジ替え成功。ほんとね、簡単に変えられるね。あとサイレントの板おもりみたいなのが入ってるファーストシンキングモードね、サスペンドからちょい入り込むぐらいのレンジに今変更しました。ちょっと表層のレンジで全然反応もらえなかったから、今までより1個入る、ね、レンジが入るモードに変えて、たまにねボイルしてる姿も見かけるからいなくはないと思うんだけど、ちょっとアップだとアクションしづらいか。こことかフローティングだともう浮き上がってきすぎちゃって、流れとかの関係でね攻めづらいとこだけど、今ちょっとレンジの入るモードに変えたから、これでちょっと入れ込みながら、ああファーストシンキングぐらいにしてもいいかもな。
よっしゃ、すげえ。あー、これはこれは効いたね、このルアーが。あららららららら、らすげえよ。あー、危ない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 。いやー、完全にこのルアーの真骨頂。今ね、そこの激流に乗せたくて、重りをちょっと重くしたんですよね。で、フローティングだと浮き上がりすぎちゃうから、ちょっとね、沈み込むモードにして、流れに食いつかせたら、ドカーンって食った。しかもいいサイズ。いやー、びっくりした。口閉じで、44ぐらい。いやー、いいサイズ。ありがとう。はーい、釣れてくれましたよ。結構ね、いいサイズ。ね、ウェイトを少し入り込むね、ウェイトに交換して、流れが速くてね、フローティングだとプカーって浮いちゃう状況で、ウェイト調整をしたところガバチョーっとね、食ってくれました。いやー、本来だとね、ミノー何本か持って行ったり、他のルアー持って行ったりするところですけど、これね、やっぱすごいね。とりあえずちょっとこの子は逃がしてあげたいと思いますが、うん。ね、これなんですけど、まあ、ちょっと、この子はね、先に逃がしてあげます。イエーイ。流れの流心にいた、超元気サイズ。イエーイ。はい、改めましてね、このルアーね、ここ見てください。ウェイトが変更できちゃうね、ルアー。サーティールアーズでね、買うことができるんですけども、これね、すごいね、今、まさにな、なんだろう、釣れ方してくれたので、もう一度説明すると、まあ、これと一緒にこういうね、重りセットがついてきまして、で、ここの、こっちね、これ、これをスイッチオンすると、こう、ほら、見て、ウェイトがチェンジできちゃう。で、今さっきまで、まあ好きな感じのトップレンジをね、攻めるような、こういった軽いウェイトをつけていたんですけども、ちょっと流れの激しいところを攻めるんで、こういうね、ちょっと重めの、ね、やつ、これに、穴ですね、ここに、こう、こう。これで準備完了、ね。これで少し今、重い状態にして、ひょいひょいひょい落とし込みながらね、うねうね誘っていたらしっかり食ってくれました。いや、まさにな感じで、いや、今のね、44,5 ぐらいあったかな。すごいね、びっくりしたけど嬉しかったですね。で、タックルはこんな感じですね。この特殊ミノーと、メタニウムにロデオクラフトのホワイトウルフ8ポンドクラスね。これね、サーティールアーズで、もう買うことできるのかな？ね。ちょっとこれおすすめなんで、気になる人ね、面白いから。あとね、見ての通り、アメリカ製のね、ルアーなんだけど、すごい形がかっこいいんですよね。ずんぐりむっくりじゃなくて、ピラピラ、ピラピラってね、ほんとね、なんというか、日本人も大好きな感じの動きをね、してくれるんだけど、こういうアメリカならではな、超合理的なギミックがついているんで、気になる人ね、サーティールアーズちょっとチェックしてみてください。はい、じゃあ引き続き狙っていきまーす。イエーイ。いやー、焦ったー。いや、もうほんと今日、何やっても釣れないから、この流れですから、ちょ、どうしようかなと思ったら、これじゃあさらに重り重くしてもいいかもしんない。まあでも今釣れたからな。まあちょっとこういう激流なんで、フローティングモードだとちょっと浮き上がりすぎちゃうというか、まあなんか泳がない。そんでもって、この重りをちょっと重いモードにしたらね、食ったね、なんか、こう。この角で食ったんだけど、エイトトラップみたいな要素なのかな。ここいるのかな。
フローティングだと破綻しちゃうんだけどね、ちょっと重めジャラジャラモードにしたら食ってくれましたよ。ユーマ詰めとかこれ期待できるかなね。いやビビった。そうちょうどレンジが少し入るようなね、この下でなんかバスが見てるんじゃないかなって想定でこの角っちょで食ってきたけど、いやーまあで最初からすごいいい針がついてるから、で3本も針ついてるからね、今みたいな食い方でもしっかりとね2つぐらい針かかってたかな。あー、まああとはこれバリバスのアブソルートの8ポンドね、まあ今45近くは、まあ、結構元気なバスだったけど一気に抜き上げられたから、やっぱなんか強い糸だなと。いやービビった。まああんなのはもうほんと30分に1回ぐらいうまく刺してきたタイミングで入れないとダメだろうけどね。いやーすごかった、ちょっと面白かったっす。こういう流れの中でもちゃんと水噛むようなね、そういうウェイトに調整したら、食いましたよ。いやーよかった。今日ちょっとなんか合わせらんなくて丸坊主を覚悟してた。そう、ちょフローティングモードだとこうねピシャってこう上から水面割って出てきちゃうね、そんな状況だったんで、ちょっとだけレンジが入るウェイト、ジャラジャラウェイトに変えて、いやービビったビビった。こういうよどみにタイミングで刺してきたやつは元気いっぱいで食ってくれるのかもなー。あーいいね、このジャラジャラモードにしたらいいところまでレンジが入るように。ファーストシンキングとかにしてもいいかもしんないね。いやーねえ、ヘラが偶然反応っていうか、まあ引っかかってきたぐらいで、今日ボイルもなかなかしてくんないからちょっときついなと思ったんだけど、よかった釣れたわ。これね、もうちょっと流れが弱ければもうスーパーボイルとかになったりしてね、こういうミノーが絶好調に釣れる、そういうポイントなんですけど、ちょっといやいやいやっていうぐらい流れちゃってるから、あそこにいるってことは絶対ここら辺のちょい待機一個下にもいると思うんだけどな。ミノーじゃ食わないのかな今日。絶対どっかで刺してきてこういうの、あーいい感じでいたってね食ってくれると思うんだけど、この流れで考えるとちょっとサスペンド気味のね位置で定位してくれる、そんなウェイトに変えております。水面直下とかなんかたまにパシャってやるやつは全然競争で食ってくれないんで、少し今までよりレンジを入れて、このルアーね、サーティールアーズでね買えるのかな、アメリカのルアーなんだけど、そういうアメリカのスーパールアーねいっぱい仕入れているね、サーティールアーズ、あのラインスラックとかもね取り扱ってるようなねコアな店なんですけど、そこでホームページとかにね載ってて、でお取り寄せって感じなんですけど、これはね面白い、あの
ミノオとかトゥイッチングジャンキーだよっていう人はね、ぜひね1本仕入れて買ってほしい。これは動きもいいしね。でアメリカのルアーっていうと最初針がなとかいろいろ思ってたけど、あのピンシャンのねヘラの尻尾にスパーンってかかるようなね超いい針が最初からついてるんで、あのちょっとチェックしてみてください。これねやばい、面白い。ちょっとね、重りを変更してみるかな。これでまだ使ったことないファーストシンキングの流れがすごいから、これフローティング、はい、これね重いやつ、ファーストシンキングも、ああ結構ずっしりくる。結構バッツリでねシンキング使う人ってちょっと少ないのかなと思うんですけど、こういうカレントが効いてる時にしっかりとレンジが入れられるから、自分結構ねあのカウントダウンラパラとかそういうのねバッツリでも使ったりするんですけど、シーバスってイメージがあるけど、こういう流れの効いてる中でそんなサスペンドする必要ないというか、一瞬ふわっとだけ止めたい時とかこういうシンキングね聞いたりする時があるんで、なんか追っかけてる魚の影みたいな一瞬見えたんだけどな、見えかな。うわっ、これ今追ったぞ。このかよどみいたね、バスね。どうかな。シンキングモードで。
こバスいたね。ちょっと後で小池かなんか入れてみよう。ここでさっきだ。シンキングで。おお食った。シンキング入れたら食った。おー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 おおお、でかいでかいでかい。流れに乗ったらアウトだけど。いやでかいなこれ。いや。おお、シンキングモード。よいしょ、ごめん、抜き上げちゃうよ。ごめん、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 ごめん。ちょっと待って、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 待って。よいしょー、いたー。すげえ。あー、2匹目。あ、いた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 。かー、いたよ。はい、見てこの腹。なかなかいいコンディションの2匹目が釣れてくれました。これいやー、シンキングモードにしたらね、がっつり食ったよ。いやー、もうね、超回復してる。いい引きのバスでした。あー、コンセプト通りね、ウェイトを変更して、一番重いね、ファーストシンキングの重りにしたところ、ダーン。いやー、引いた引いた。ちょっとね、どうかなと思ったんだけど、流れが強すぎて、これね、一番重いやつにしてるんですけど、まず、じゃあこいつちょっと逃がしちゃいますね。よーほほー、いいサイズ。イエーイ、やったね。はい、例のミノ、サイズはこれ、口の先端から、ダダダダー。あー、47ってとこですかね。うおー、元気元気。いやー、いたねー。イエーイ、45発連れてくれました。イエーイ、好みのやばいね、これ。マジちょっと、簡単に説明すると、さっきね、ちょっと沈め込んだら釣れたんで、これね、内臓取れるんですけど、これ見えますかね、板重りが前面に入っているサイレントのちょっとコトコト音がするんですけど、まあ一番重い重り、ファーストシンキングのやつ、これを入れてちょいんちょいんちょいんってね、え、ふわっ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 てながらにね、乗せながら、ダンスをさせていたら、ドーンってね、40後半が食ってくれました。いやー、これはなかなかね、せっかく手に入れたんでね、いろいろ試してみたんだけど、釣れるのが全部いいサイズだからね。いやー、サティルアーズで、見ることができますよ。はい、イエーイ。